まだゲームができるっていうのはすごく幸せなことですけども、ただまだ何も勝ち取れてないですからね、しっかり目の前の試合を勝てるように準備していい形で終われるように頑張りたいと思います。やっぱり自分が成長した姿っていうのをやっぱりピッチで見せたいなと思います。チームみんなで戦っていたっていう、そういう団結力が、それは選手スタッフもそうなんですけど、山形県民の方もそうですし、メディアの方もそうだと思うので、そういうみんなの思いっていうのが今の結果につながってるんじゃないのかなと思います。残り2試合できるチームっていうのも限られてると思うの でそんな中でさらに本当にピリピリした試合ができるので、まあ、思い切って自分たちのやるべきことをしっかり表現したいと思います。いや、そうですね、本当にもう後がない状態で、結果を出せていることによって勝負強さが増していると思うので、まあ、本当にあと最後一踏ん張りして、いい形でシーズン終われたらいいなと思います。まあ、でもここまで来たら本当負けるわけにはいかないし、負けたら本当何の意味もないと思うので、最後まで結果にこだわって、やっていきたいなと思います。皆さんあと2試合ですね、本当最後までに本当熱い応援お願いします。よろしくお願いします。僕らはまだ何も手にしませんし、まだ何も決まってません。これからの2試合、2つの大きな決勝戦、戦える喜びかみしめながら、チームとしてクラブとして浮かれずにぶれずに足元を見据えて戦っていきたいと思います。またシーズンの最後に皆様に喜びのご報告と感謝が申し上げられるように、またチーム全員となって